皆さんこんにちはレックの土地科区調査士の専任講師池永ですよろしくお願いしますえ今日はですね池永が池永講師が語るレック討練の魅力ということでね皆さんのお時間をいただきたいと思います この映像をですねインターネットに上げるということを聞いております皆さんがね音声を出して聞けるとは限らないのでできるだけですね画面に文字を表示して皆さんにお話をさせていただこうかなと思いますそれではですね画面ちょっと切り替えますのでお待ちください はいえー、画面を切り替えましき、はいえー、今日のタイトル、ですね池永講師が語るレック・トーレンの魅力ということでね、まあ、あのレックがお送りしている土地革調査士のトーレン、ございますよね、えー、上級範囲指定トーレンとか、あるいは直前ファイナルトーレンですね、えー、そういったトーレンについての主に、書式の問題についての、ね、魅力をお話しさせていただこうかなと思います。はい、えー さて今日ですね今こうやって収録している今日なんですけれども、今日は2020年10月21日ですね、つまりですね令和2年の本試験の3日後の水曜日に今、こうやって収録をしているということです。令和2年の、ね、本試験を受験された方、本当にお疲れ様でした、なかなかね、今年の問題は結構大変な問題だった、特にね、書式の問題が大変だったと。 えことでね、本当にお疲れになったんじゃないかと思います。ね、ちょっと今ちょうど一息疲れてる頃かなと思いますんでね、まあ気楽な気持ちで聞いていただければなと思います。またですね、今あちょうど土地かう調査士の受験勉強を始めているね、えそして令和三年の本試験を受験するんだという方もいらっしゃると思います。令和三年の本試験までもう一年を切ったんだということですよね。 はいえー、勉強の方にねますます本腰を入れていかれるのではないかと思いますまあ気楽な感じでねお話を聞いて頂いければと思います、はいでえー、先ほどから申しておりますようにね今日はレックのトーレン主に書式についてお話をさせていただくという流れになっていますで、まあ、あの本題に入る前にということなんですけれどもおー 土地家育調査試験に合格するための鉄則って何でしょう合格するための鉄則とは何でしょうかっていうことですね。まあ、択一解けなきゃいけないのはもちろんのことですけれども、まあ、やはり書式ですよね。書式でどうやって点数を取っていったらいいのかその鉄則。これはですね、私どもレックの専任講師があいつもいつも申し上げていることなんですけど、こういうことに尽きるんですね。はい。鉄則でございます。 書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描く。こういうことでございます。ね。えー、まあ、こうやって聞いちゃうと、あれ、満点の答案を書いてこないといけないのかなと思われる方もいらっしゃると思いますけど、そうではないです。そうではない。満点を、満点の答案書いてこいって話じゃなくて、えー、今の皆さんの実力で書けることを漏らさず全部書きましょう。 そして皆さんの持っている実力で描けることは漏らさず全部描いていきましょう。そういうことでございます。はい。こういうことをやっていくと、やはり合格がぐっと近づいてくるんだよということですね。えー、まあ、簡単なことじゃありませんよ。本試験の試験会場でね、もう皆さんが緊張している中で描けることを漏らさず全部描き、描けることを漏らさず全部描く。 これは常日頃の練習が非常に重要になってくるということですね。さて、えー、ではですね、いよいよ本題に入っていくわけでございますけれども、はいえー、令和2年本試験の直後でございますんでね、もう受験生の皆さんの声がいろいろと聞こえてきているところでございます。令和2年本試験第21問、G と H の座標値ありましたよね。はい。 これ本当に久しぶりに幾何学的な解法が出題されたわけですよね。はい、えー。G と H の座標値、ちょっと求めることができなかったなっていう受験生の方もね、えー、ある程度いらっしゃると聞いています。さあ、じゃあ、今回の本試験のように、えー、G と H の座標値がもし求められなかった。じゃあどうする ということですよねもうそこで試合終了だああ諦めたまた来年だし方がねえなというふうになるかっていうと必ずしもそうとばかりは言えません。いいですか一定程度勉強を積んだ方、ね、一定程度きちんと勉強を積んだ方がそれでもなお G と H の座標値が求められないそういう状況になった時それで諦めていいですかっていうことですよね。 えー、諦める必要ないです一定程度勉強を積んだ方がそれでもなお G と H の座標値を求められないということになるとはい皆さんの周りの受験生他の受験生もひょっとすると解けない人が多いんじゃないのかなだとするとそういう他の受験生よりもさらに1点でも2点でも多く点数を得点することで 合格をぐっと近づけることができるんじゃないのかってことです。なので、G と H の座標値が求められなかったとしても、諦めることはない。えー、まさに、書けることは全部書き、描けることは全部描くという方針でやっていこうじゃないかということです。じゃあ、G と H の座標値が求められなかったとき、求められなかったとき、どうするのか。はい。そこで身につけてほしいのはこういうことですよ。 計算点の座標値を求めることができないときの対応力を身につけるということです。ね、慌てない、ね。それはね、あの、G と H の座標値を求められない。ああ、どうしようって慌てちゃう。それはもう、おあり得ることですがあ、ちゃんとそのための備えをしておく。それが対応力だっていうことですね。じゃあちょっとお、今ですね、皆さんにお見せするのは、今私がちょうど制作をしている途中の、 令和2年本試験の第21問の解説です。これまだね、制作途中のものなんで、えー、ちょっとその点はご理解いただいてみていただきたいんですけどね、えー、ちょっとこういう解説を加えようかなと思って今書いてる途中でございます、はい。G および H の座標値を求めることができなかった時の対応、どうしましょうということを示しています。はい 鉄則としては当然書けることは漏らさず全部書き描けることは漏らさず全部描くんだ。はい、こういう方針になると G および H の座標値が求められなかった時にどうするのか。まずこういうことですよ。はい。今回の問題はね、32番5という土地、これなんですけどね、32番5の土地を分割して、その一部をお隣の32番4の土地に合室する。 まあそういう文豪質の登記が出題されてるわけですよね。となると作図するのは32番5の土地の地積測量図ってことになるわけでしょですよね。はい、で、えー、この32番5の土地っていうのは ABEF というこの4点で囲まれた四角形の土地なんですよね。 で、このうち B については、簡単な計算で座標値を求めることができます。というわけで、まあ、B の座標値はやっぱりね、最低でも求めてほしいわけです。そうすると、32番5の土地、これ外気絵はちゃんと書けるわけですよ。そして、非回転の符号や、非回転間の距離、臨地の地盤であるとか、基本三角点等の表示とかね、あるいは方位の記号とか、こういうものは全部書けてしまうので、これはちゃんと書いてしまう。 そしてペンで墨入れしちゃいます。ペンで墨入れしちゃいます。とにかく土地の形はがっつり書けるわけですから、それは書けることは全部書こうじゃないのということですよね。はい。その上で、その上で、これで終わりじゃないです。これで終わりじゃないです。その上で、こういう手立てをしてはいかがでしょうかということなんですね。はい。えー、まあちょこちょこっとした計算をしてやると、ね、そんな難しい計算じゃないんですよ。ちょこちょこっとした計算をしてやると、 これ G 点と H 点。ここら辺に来るんですけれどもね。どうやって、えー、描くのかっていうと、BE という引っかい線がありますよね。この BE の平行線描きます。福音は2.60メートル。ちょっとした計算をすると2.60メートルぐらいってこれわかるんで、BE に平行で福音が2.60メートルの平行線を書いてやってください。で、その平行線。これ三角定規を使うとこ,こで描けますからね。 平行線を変えてやって、その平行線と AB との交点が G、EF との交点が H というふうになります。こういうふうにちょっとした計算をすることによって、作図の上で G 点と H 点の位置を特定することができるんです。 えまあ人によってはですよこんな書き方をして正確な図面になるわけないじゃないのっておっしゃる方も中にはいらっしゃるんですけれどもこれちょっと試してみていただくといいんですね、はい。三角定規を使って平行線を書いてやるそうするとかなり正確な図面が描けます。はい、というわけで、えー、作図の上で G 点と H 点の位置を特定することができるまずここまででここまででいいですか 図面用紙が真っ白の受験生に比べるとグッと得点がアップすることは間違いないですよね。得点がグッとアップするということは当然合格がグッと近づいてくるということですよ。ということになるわけね。はい。で、しかもですよ。これ、作、え、図、ー、した結果を見ると、なんだかこの BEHG で囲まれたこの四角形って、なんか長方形に見えるんだけどな。長方形。はい。これ確かに長方形なんです。 本当に長方形なんで、その長方形の性質を使っていると、実は G 点と H 点の座標値を求めるところまでいけちゃいます。はい。でまあ、というわけで、えー、こんな風にですね、書けることを漏らさず全部書き、描けることを漏らさず全部描いてくる。こういうことによって、えー、合格がぐっと近づいてくるというわけなんですよね。で、これがまあ本試験のお,お話なんですけれども、 じゃあ、当連で私どもがどういうふうに指導させていただいているのかっていうのをお話ししましょう。というわけで皆さんにこれからちょっとお見せするのはね、2020直前ファイナル当連第3回第21問。もう、ついこの間、ついこの間やった直前ファイナル当連の中からの抜粋でございます。はい。これね、見ていただくと、これ解説のページの抜粋でございます。解説のページの抜粋ね。はい。計2点。 K2 点という点の座標値求めてください。で、図が書いてあって、K2 点ここですよって。で、どうやって求めるのアークサインとの組み合わせで解くんですよっていうことを説明してあります。はい。まあ、あの、過去問で出題実績のある解き方なんでね。まあ、本来であれば、アークサインとの組み合わせをちゃんと使って座標値求めてほしいわけですが、ただ皆さんが皆さんね、アークサインをうまく使いこなせるとは限らない。 つまり、K2 の座標値、K2 の座標値を求めることができないなっていう方、中にはいらっしゃるわけです。じゃあ、どうするそういう対応まで、直前ファイナルトーレンの解説で載せてあります。ご覧ください。はい、K2 の座標値の求め方がわからないとき、載せてあります。はい、K1 と K7 を結ぶ線に平行で、えー、福音が22メートルの平行線書いてやってください。それから、 K2 を中心に半径が26.12メートルの弧を描いてやってください。で、先ほどの平行線と弧の交点、ここが計算点である K2 の位置なんですよ。こういうふうにすることによって、たとえ K2 の座標値を求めることができなかったとしても、作図の上で K2 の位置を特定することができるんですよ。これ、等連の解説ですからね。等連の解説でもこういうことをちゃんと説明しています。はい。 こういう対応力があれば、あ平成、令和2年の本試験でもね、きちんと対応できたのではないかなということになるわけです。さあ、今土地のお話をしましたけどね、建物もあの話もしておきましょう。建物ね。はい。令和2年本試験第22問。ここのいわゆる記述問題というかね、えー、文字で説明しなきゃならない問題として、 解体移転やら栄光移転やらっていうのが出てきました。それはね、皆さんね、解体移転とか栄光移転っていうのを、卓一の対策としてね、卓一の対策として、理論で学んでらっしゃいますよね。知らない方はいないと思います。はい。あの、まだやってないよっていう方はこれからやっていただければいいんですけど、でこうやってね、卓一対策として学習した理論。 ですよね、これは当然文字で学習してらっしゃるわけですけれどもあ土地格調査士っていうのは文字の中の世界の仕事ではなくって、えー、この世の中に実在する土地とか実在する建物それを具体的に取り扱っていくものですよねそういうお仕事です。だとするとあ文字で学習するだけではなくて、ね、卓一対策として学習した理論これを書式で出題して具体的なイメージを身につける、えー、こういう学習をしていただく。 こういう学習をしていただくことが書けることはもらさず全部書くということにつながっていくわけです。さあ、というわけでございまして、えー、やはり同じく直近の直前ファイナル討練ですね、2020直前ファイナル討練第5回第22もより抜粋していきますと、こんな問題出しました。はい。これ見取り図です。見取り図です。はい。えー、ここにこう建物っていうのがあって、はい、こいつ解体移転してここに持ってきましたよ。 それから落ちたてものってのがここにあって、これは栄光移転してここに持ってきましたよ。はい。そのものズバリ解体移転と栄光移転を書式の問題で出しています。はい。えー、文字で学んだことをこうやって書式の問題でだ出すことによって、具体的なイメージを身につけることができるわけですよね。で、えー、さらにですよ。さらにた、た解説の方ではこういうふうにしています。はい。 卓一対策として学習した理論を穴埋め形式となっている書式問題の解説で復習して知識をしっかり定着させる。こういうことを狙っています。具体的にね、解説見ていただきましょう。はい、ここですね。解体移転及び栄光移転に関係する解説の部分でございます。まあ、例によって文章でこう説明してあるわけですけれど、こう何箇所かこうやって空欄になっているところがありますよね。空欄。 はい、実はレックの土地家屋調査士の書式の解説っていうのはこういうふうに一部が空欄になった解説になっていて自分でご自分で読みながら空欄をこうやって埋めていくそういうことができるようになっています空欄を埋めながら読んでいくことによって理論で学習したことをしっかり復習することができるわけですでもしあれこれ「○3 番って何だろうな」って言ったらすぐに下に答えがあって ③「○3」「名質か」「あ名質なんだな」 っていうふうに確認できるように作ってあります。まあ、こんなふうにね、工夫してあるわけでございます。はい。まあ、ついでですけれど、ちょっとこのまま下の方を見ていくと、あと、こんなふうにね、建物の形が具体的なイメージ、図としてね、載せてあったりします。<laughs> はい、え他にもこんなね、まあ、いろんな図が、図とかね、あるいは下の方に行くと、さらに表であるとか、こういうものがね、えふんだんに用いられた解説。これが、レックのトーレンの解説です。 まあこのようにですね穴埋め形式、穴埋め形式の解説を読んだり、図であるとか表であるとか、そういうものを使って具体的なイメージを身につけることができるように一生懸命作ってあります。で、これはとにかく皆さんに本試験において書けることは全て書き、描けることは全部描く、そういうことができるようにということを狙って制作しているというわけなんですね。はい。というわけでございまして、 はい、最後でございます。はい、令和3年の本試験で合格を目指すすべての方、ね、もちろん令和3年が初めての本試験だという方、もちろん頑張ってください。それからですね、令和2年の本試験でちょっと失敗しちゃったんだよね。悔しいから来年は絶対合格してやるぞっていう方もいらっしゃると思います。ね、えー、ともかく令和3年の本試験で合格を目指す方、 ぜひですね、レックのトーレンを活用して栄冠を勝ち取っていただければと思います。はいというわけで、ちょっと皆さんお時間をいただいちゃいましたけれどもね、えー、池永講師が語るレックトーレンの魅力ということでお話をさせていただきままましした最後までお付き合いいいくださてありがとうございました。